大学共通テスト爆死した諸君、お前ら全員水産大へ行けということで、まあ、今日ね、大学共通テスト、終了したと思います。まあ、私の時はね、センター試験という名前でしたけれども、うまくいった人は良かったと思うんですけれども、まあ、爆死した人ね、まあ非常に辛い気持ち、心中菩薩しますけれども、まあ、共通テスト関係なくね、受験することができる国立の大学っていうのはあります。まあ、皆さんご存知ね、私の母校水産大学校なんですけれども、水産大学校はね、大学共通テスト関係ないから、全然関係ないから。でしかも受験科目が数学と英語と、あと物理化学生物国語のこのうちの1科目選択で、わずか3科目ということになっております。それぐらいね、非常に勉強する範囲も狭い大学になります。爆死した諸君はね、まあ、特に国立大学に行きたい人、ぜひ水産大学校そのうちの一つにね、まあ、志望校の一つにしてみてもいいんじゃないかなと思います。調べたところですね、1月の19日今週の木曜まで、受験願書、があるということですのでね、なんか候補みたいな感じになってますけど、大学のね、非公認候補なんで、公認候補なんでね、はい、まあぜひぜひね、受験してみてはどうかなと思います。まあ、学歴中のねやつら、おめえらまああれだろ、どうせな、日東駒仙だ、マーチだ、カンカン同率だとかってな、なんかいろいろ出てきてさね、地方国立大学のことをね、地方駅弁大学だっつってね、でまあ水産大はね、もうその地方駅弁にすら入れないようなね、雑魚大学だみたいなことをね、言うやついるかもしれないですけど、歴史としてはね、国立大学ですし、ちゃんとね、大卒の資格は取れますし、ね、授業料も安いですから、国立大と同じですからね。だからそんな、まあ、学歴中のね、奴らは別にもう来なくていいですよ。来なくて、もう見に来なくていいですし、ね、受験しに来なくていいんですけれども、まあ、そうじゃなくて、まあ、純粋にね、国立の大学で勉強したいなっていう人がいればですね、ぜひ、水産大学おすすめかなと思います。はい。で、しかもですね、なんと今年、まあ、去年の、まあ、受験者数なんですけれども、去年かなりね、ひどいね。まあ、私のね、通っていた、まあ、海洋生産管理学科はね、募集人員80人に対して、募集人員が26人、で、志願者数が80人、で、合格したのが72人、80人中72人合格したと。で、しかも8人は、なんか受験してきてないみたいな、だから、倍率1倍みたいな、そういうなんかひどい状況で、まあ、他の学科もね、大体そうです。生物生産以外は。もう似たり寄ったりのね、ひどいような状況になっております。そしてですね、なんと今年のこの志望志願者受付集計表っていうのがですね、1月12日時点の集計が出てます。まず水産流通経営学科募集人員12人に対して1月12日の時点で志望してるのが2人、倍率 0.2倍、広報のやつは何をやっとるんだな、本当に何をやっとも 0.2倍ってやばいだろこれ。で、海洋生産管理学科は23人に対して、志望者数が24人。倍率 1.0倍。頭おかしいんじゃないの、本当に。海洋機械工学科はですね、募集人員33人に対して、志願者数が11人。倍率 0.3倍。笑っちゃうよね。海洋機械なんてね、機関士の資格取れる、学科ですから。これはね、すごいおすすめですよ、個人的には。で、食品科学科。27人に対して志望者が30人、倍率 1.1倍。生物生産は多いですね、さすがですね。募集人員18人に対して志望者が54人、倍率3倍ということになっております。笑っちゃうぐらいね、全然ね、人が来てないんで、これはチャンスですよ、ね、国立の大学に行けるチャンスですから、まあぜひね、共通テスト爆死した人、受験考えてみてはどうかなと思いますね。まあ、私もですね、まあ、思えばその当時センター試験ですけど、私もね、センター試験でね、まあ、失敗したと言いますか、まあ、失敗すると思って失敗したから失敗の成功なのかもしれないですけど、まあ、まあ、全然ね、まあ、うまくいかなかったですよね。まあ、まあ、これぐらいの点数取れるだろうなと思ってたけど、まあ、でも無理だろうなと思って受けたら無理だったんですよね。だから、まあ、失敗の成功みたいな。はい。よく言えば失敗の成功みたいな。はい。そんな感じだったんで、まあ、公立のね、大学はね、ちょっと厳しいなっていう感じで。で、まあ、水産大学校だったら、まあなんとかなるだろうということで、まあ水産大、合格しましたね。まあ水産大のね、海洋生産管理学科に、入りましたけれども、まあ、各学科のね、紹介でもしてみましょうか。まずね、
水産流通経営学科。これはね、よくわかりません。ここで何やってんのかね、ちょっとよくわかんない学科なんで、ここはちょっとね、割愛します。すいません。ここはね、ちょっと訳わかんない。海洋生産管理学科。ここはね、私の行ってた学科になります。ここはね、まあ、4年間行って、それプラス1年間、まあ、専攻科っていうのに行くと、海技士ですね、航海、まあ、航海士の資格が、手に入る。まあ、船乗りになれる。まあ、そういう学科になります。で、私はですね、まあ、4年で卒業しました。まあ、4年で卒業することができます。4年で卒業すると、まあ、要は陸上でね、まあ、普通に勤務することになります。まあ、私みたいに、まあね、水産系の仕事、まあ、私、新卒1年目はね、水産系の仕事しまして、まあ、そこからね、まあ、転職を繰り返しですね、今はわけわかんない仕事しますけれども、まあ、そういう、まあ、水産系の仕事だったりとか、あとは水産系のメーカーとか、ね、養殖場とか、まあ、あとは市場とかね、働く人もいますし、あと造船所とかでね、働く人もいますし、まあ、あとは海関係のね、こう通信のね、通信関係の仕事を、したりする人もいます。あと漁具とかね、まあ、そういう、まあ、なんだろうな、海の、に必要な、要は、ものですよね。用品の、まあ、メーカーとは、ね、そういう卸業者で働く人も、いますと。で、まあ、もちろんね、航海士になる人は、船乗りになる人もいるし、逆にね、海技士の免許を取って、陸上で働く人もいます。まあね、港湾関係の仕事を働く人もいますし、まあ、あとはやっぱこう、海上輸送とかのね、ノウハウが大体分かったりするんで、まあ、石油関係のね、仕事したりする人も、中にはいます。はい。まあ、そんな感じですかね。で、海洋機械工学科。まあ、海洋機械工学科はですね、海技士。まあ、同じく、海洋生産管理と同じく、プラス1年専攻科行けば、会議士免許、機関ですね。機関士の免許を取ることができます。はい。で、もちろん4年で卒業することもあります。4年で卒業したりすると、まあ大体どうだろうね。まあ機械関係の、まあ、メーカーですよね。まあボイラーとか、ポンプとかそういうのを勉強するんで、まあそういう系の、まあ、メーカーで働いたりする人もいますよね。で、食品科学科。食品科学科はね、皆さん、なんとなくわかる通りですね。魚ってのは結構いろいろな、まあ添加加工物できてます。まあ、まあ代表的なのはね、まあかまぼことかね。魚肉ソーセージとかね。まあ、あとは練り物ですよね。まあ、はんぺんとかもそうですし。まあ、あとはその、まあ、海藻とかからね、抽出される、なんか、なんちゃらかんちゃら、液糖とかね。昆布とかから、なんか、生成される、まあ、糖とかね。まあ、あと、魚醤とかね。多分、衛生管理とかも含めて、まあ、勉強するんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに管理栄養士とかのね、資格は取ることはできないんで、そこはちょっと注意ですよね。なんで、まあ、そういう人たちは、まあ、食品関係のメーカーで働く人が、多いんじゃないかなと思います。まあ、優秀な人だと日本水産とかさ、マルハニチロとか、ね、大手のメーカーで働くことが、できるんじゃないかなと思います。で、生物生産ね、ここはね、一番ね、もう飛び抜けてますね。そこだけ頭がドーンって飛び抜けて、優秀な人たちが行く、学科になります。ここはね、もう本当に、魚とは何ぞやっていう、もうそこの辺から多分生物関係の、勉強をする学科になります。まあ、魚の病気とかもね、結構楽しそうですよ。なんか、魚病とかね。そういうのを、まあ、勉強をする学科になります。まあ、就職先なんですけれども、まあ、正直、まあ、あんまりよくわかんないですね。まあ、生物系の、まあ、仕事とか、あとなんか、薬関係の仕事とかやったりする人もいるんで、まあ、ほんとまちまちですね。で、海洋生産管理学科に行くような学生さんたちはみんな優秀なんで、大体ね、結構優秀なところに就職していきます。で、まあ、水産大学校を卒業していいことって言うと、やっぱこの水産関係で、やっぱ OB がすげえたくさんいるんで、私もその1年目は、まあ、水産関係の仕事してたんで、もうめちゃめちゃね、OB がいるんですよ。だから、行く先々でですね、可愛がってもらえるというね、そういうことがありますけれども。なんで、ま、水産関係で、まあ、食ってこうっていう人がいはですね、まあ、特に、まあ、水産大学校、おすすめなんじゃないかなと思います。まあ、それにね、なんか、ね、みんなやっぱ、高校生とか大学生って、なんだろう、就職の希望先っつったらなんかメーカーだの、商社だの、いろいろありますけれども。まあ、水産も同じですから。ね、メーカーありの、商社がありのっていう。まあ、そういうところがあるんでね。俺は商社マンになるんだっていう人はですね、全然水産でもその願いは叶えられますんで。まあ、もちろんね、機械系やりたいとか、なんか、食品系やりたいとかっていうのあるかもしれないですけど。別に水産でもね、海外からのこう貿易とかもね、あるんでね。まあそういう夢はね、全然叶えられるんじゃないかなと、思います。まあ、
学歴中とかね、職歴中のやつはね、水産大学来なくていいですよ。そんなやつらは。俺は、独力産業の独力に働いててとか、なんか、名刺見せながら、年収1000万でとかっていう、ね、そういうのをね、夢見てるね、アホどもをね、それでナンパしようとしてるアホどもは来なくていいですよ。ニットをこませんだ、カンカン同率だ、マーチだ、早慶だとかって言ってるようなやつらですね。絶対にね、山口のね、吉見には合わないと思うんで、そういうやつらはですね、受験しなくていいです。はい。来なくていいと思います。で、そうじゃなくてですね、まあ、純粋に国立大学とかね、行きたいなっていう人がいればですね、ぜひ、候補の一つとして考えてみてもいいんじゃないかなと思います。まあ、特にね、今回の共通テストで爆死した諸君、ね、落ち込んでる暇なんかないですよ。喜んでる暇なんてないんですよ、人生に。ね、1日24時間365日っていうのはですね、神様がもうすべての人間に、すべての生物に与えられた時間なわけですから。平等に与えられた時間なわけですから。そこで悔しがってても、喜んでてもですね、同じ1秒は1秒なんで、まあぜひね、立ち止まってる暇があったらですね、ああ、ここ足でよかったなとか、立ち止まってる暇があったらですね、水産大の願書に書いてた方がね、まだ有益な時間を過ごせると思います。はい。1月19日木曜までみたいなんで、なんかね、この非公認広報ということで、まあすでに水産大学校を考えてみてはいかがでしょうか。ということでね、今回の動画は以上になります。まあぜひ、まだまだ、国立大学ですね、まあ、二次試験といいますか、まあ試験もあると思いますんで、ぜひね、まあこれから私立のね、試験も始まりますか。受験生の皆さん、頑張ってください。それじゃあ、バイバーイ。